And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. フットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。このゲームの舞台はAC ミランのホームサンシーロ。ユニフォームに身を包んだサポーターがスタジアムに詰めかけています。この時間はミラン対インドネシア、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。ミラン対インドネシア、このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。イニエスタからネイマール、ダビッツ、デコ、キミッヒ、キミッヒへ、ウジョル、グティ、ウジョルへ、これはつながりません。メッシに渡る、来た、ボールに立ちますよ。メッシ来た、先制ミラン、狙いしました、見事なシュートでした。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さずきっちり決める、いいシュートでしたね。さあ、ミラン立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。ネドベド、ネドベドからムバッペ、ここでファールがありました。たまらず行ってしまいましたね。この距離十分に狙える位置です。止めた、こぼれます、ボールを追います、危ない、さあカウンターのチャンスになります。ここはボールを下げる、ファンダイク、チュアメリ、ボールが迫る、ムバッペからデコ、さあカウンターだ、チュアメニ、いやー展開早くなってきましたね。フリーで受けた、切り込むか、シュート、同点、このゴールで追いつきました。いやいいですよね、これはサポーターも燃えますよね。リターンを受けての素晴らしいゴール、そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。
インドネシア。ここで追いつきました。いや、いいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。そうですね。ビルド、やはりここで蹴ってきます。まあ、いいボール入れますからね。ここはショート、ビルドからメッシ、届くか、このボール一気に前線へ。ネドベド、このボール奪いに行きます。これは合いません。イニエスタ、ネイマールへ、ボール入るか。さあ、裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。パスでつないで攻め込んでいきます。イニエスタ、グティ、スペースを狙う。さあ、ムバッペ、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ネイマールへ、ネイマール、インターセプトを狙う。このセカンドボールは、ここは対応します。いいでしょう、ポジション切り替え、スペースを使う。さあ、来たか。さあ、クライフ、 PK ですか。どっちだ。いやー、でも危ない場所ですよ、ここは。これはしのぎたいところ。デリフト、これを読んでいた。さあ、メッシ、右サイドへ振って積極的に足を入れてきます。ファビオ・カンナバーロ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。同点で前半折り返すという両チームです。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、後半も期待できると思いますよ。ミラン対インドネシア、前半は1対1の同点で終了しています。ではセカンドハーフを見ていきましょう。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。デリフト、ピルドア、メッシ、さあ、カウンターを仕掛けます。ビルド、ムバッペ、さあ、つながるか。このパスを受ける、これはキーパー、こぼれたところを仕込む、勝ち越し、ミラー。後半始まったばかりです。キーパーが弾いたボールを押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んで、いいゴールでしたよね。メッシ、今日2点目のゴールです。さあ、ミラン、勝利に向けて一本抜け出しました。Substitution for Milan.
ミランがここで選手を変えるようです。ネイマー、ボールはクリア。ナンバー17、ナンバー18、グーティー来た、同点。いや早かったですね北澤さん。短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持ってきたいですよね。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュート、来た、勝ち越し、ミラン。ルンメニゲ、相手のチェックを外してのフィニッシュでした。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。グーティー、これは惜しい。ムバッペ、ムバッペからルンメニゲ、ペドリからルンメニゲ、抜けてくる。インドネシアとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、ここで収まる、対応します。両チーム同じタイミングで動いてきます。スローインをカットします。メドベド、1人で行くのか、インターセプト、ここはクリア、落ち着いて対応します。インドネシアとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。ペドリ、ここは競り勝ちます。セードル、素早いパスで攻め上がっていきます。いや、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。これは届くか、スペースにいいボール出たんですけどもね。外側から攻めていく、大きく前線へ、キミヒからルンメニゲ、奪います。さあこのセカンドボール、ミランとしてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。ネドベドからバレッラと呼んでいた、これはカット、バレッラ、いい攻撃の形は作れてますよね。そのまま終わるわけにもいかないですからね。抜けてくる、カット、シュート、ダシージャス、さあこぼれた。ここでマッチアップ。マルディーニ。これはファールの判定。
Substitutions taking place. インドネシアはここでベンチに動きがあります。ここは奪います。ミランとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。さあここでカウンター。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。ミランカウンターを仕掛けます。戦えるか。組み立てながら攻め上がっていく。スルーパス狙えるか。どうだこのシュート、こぼれた。フージョルから一気に前へ。ここは下げます。ここで笛です。3対2、ミラン1点差で勝利、かろうじて勝ちました。メッシー今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さあいかがでしたか。いや非常にいい試合でしたね。めっちゃ上手に進めるね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこっちのの攻防非常に見応えありましたよね。そうですね、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。